ユニホンテレビ食べて元気に3目指せ健康寿命日本一野菜をもっと食べよう冬野菜編。皆さんこんにちは。こんにちは。健康管理課栄養士の鈴木です。夜明け支部の渡辺です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、3品目、温野菜のサラダ、いぶりがっこタルタルソース添えです。はい、はい、では材料から紹介していきます。はい、材料は白菜が今日はメインです。はい、白菜これ 200g なんですね。であとはお好みのお野菜を合わせていただけばいいんですけれども、はい、すべて温野菜にしていきます。今日はかぼちゃと人参とじゃがいもと最後にブロッコリー用意しました。はい、全部こちらの方は電子レンジで加熱してあります。これ蒸してありますね。はい、で白菜を、はい、白菜も蒸したんですけども、はい、白菜を 200g 蒸すとこんな感じでぺったんこになってね、食べやすくなります。タルタルソースの材料いきます。はい、マヨネーズがメインになります。そこに隠し味のお味噌 1g とヨーグルト小さじ1杯で、これは食感を生かすためにいぶりがっこのですね、これ、2枚分を刻んであります。で、ゆで卵は1個分です。はい、それではタルタルソースを作っていきたいと思います。先にそうですね、お味噌がちょっと馴染みにくいのでお味噌を潰しながら混ぜていきますね。はい、次にヨーグルトいきましょうかね。ヨーグルトは小さじ1杯程度、隠し味なんですけども、これもとてもいい仕事するんですよね。はい、風味が良くなります。それも馴染ませてください。ゆで卵、はい、ゆで卵は、はい、小さく切ってありますけども、好みでもうちょっとつぶしながら入れましょうかね。はい、で、はい、馴染んできましたね。はい、タルタルソースっていうとどうしてもエビフライとか、そういうのにというイメージがあるんですけども、うん、今日は。お野菜、温野菜を美味しく食べるためにとってもいいので、はい、ぜひこれおすすめなんですよね。であと食感と香りのために、塩分も少し含むんですけれども、どうしても秋田県は塩分の取り方多すぎて血圧高かったり胃がんになったりっていうことはあるんですけど、このくらいの量を風味付けに使ってもらうっていうのであれば、うん、でもね、発酵食品ですしね、うん、そうですね、はい、なんか美味しい匂いしてきました。はい、それでは盛り付けに行きましょう。はい、先にタルタルソースこれ半分盛りましょうかね。これで2人分なんですけど、もっとたくさん作って保存してもらってもいいですね。保存も効きますか。はい、効きますね。お弁当にも美味しいかもしれないですね、はい、はい、次に野菜を盛り付けていきますね。はい、あ、いいですね。半分くらい入れてください。あと色よくですね、緑黄色野菜もいただいてもらえればと思います。なんか秋を感じますね。そうですね。はい、はい、完成です。はい、はい、作ってみていかがでしたか。うん、簡単ね、いろんな野菜ね、チンすればいいんだもんね。そうですね、その茹でるよりも少人数のご家庭でしたらば、電子レンジで温野菜を作ってもらった方が、うんね、栄養素も逃げないですよね、うん、美味しく味も逃げないし美味しいです。野菜をたっぷり食べれますね。そうですね。はい、それではタイトルコール、はい、せーの、食べて元気に。